解と総意とどっちが大事なのよ。お母さんどれだけ恥かいたか分かってんの？私は今でもしがないピアノの先生です。君はそれを選んだんだろう。ゆうちゃん上手くなったね。発表会楽しみだね。やめなさい。もうちょっと笑顔で、はい、着いたらすぐ戻るって約束しますんで。今日レッスンお休みって。何言ってるんですか。信、いらっしゃい。信之にはね、先生の過去を全部話してあるの。この人との関係も含めて。香織、いい加減にしなさい。母さんのせいだよ。母さんのせいでこんなことになったんだよ。なんで今更そんな昔の話するの。